チャンネル登録者もね、2800人を超えましたし、なかなかのとこまでやってきましたね。私ね、その YouTube で動画を配信しておりますけども、Twitter もやっております。Twitter ではね、僕はどの辺を走ってるかとかね、そういうこともね、分かったりもしますんでね、興味がある方はね、Twitter でね、中年オタッキーって検索したらね、もう一発で出てくると思いますんで、ぜひともね、フォローしてね、私の移動の様子なんかをね、お楽しみください。チャンネル登録者も増えてきて、実はね、10年以上前なんですけどね、全然関係ない、写真とは全然関係ないブログもやったことがあるんですけど、太陽光発電関係のブログで、一応ね、人気ランキング1位を1回だけ取ったことがあります。なんか、この手の才能があるのかな？才能があるって、2800人のね、チャンネル登録者ぐらいでね、言うことじゃないんですけどね。本題に入っていきますね。今日はね、このカメラね、これニコン F フォトミックですね、を使いまして、ドリームロコモーティブ様に提供いただいたね、この、バビロン13、これロモグラフィーがね、作ってるんですね、製造は中国みたいですけど、ロモが企画かな、でしたフィルムみたいですね、このバビロン13を使って、写真を撮ってまいりました、13ってね ISO13 ということで、超スーパー低感度フィルムですけどね、この低感度にしたその理由っていうのが何か、というのをね解説しながらねちょっと、動画を作っていこうと思います。それでは動画スタート。このねバビロン13っていうフィルムなんですけども、ロモグラフィーキノシリーズという、みたいですね、でね一応5本セットと10本セットに販売になるのかな、普通のお店ではねアマゾンとかね探しましたけどとりあえずなくてヨドバシカメラ .com にもなくて、ロモグラフィーのね直販サイトでしか買えないのかなこれもしかして、でまあ、製造は中国なんですけどもロモが設計したのかなこれドイツの映画会社から入手した映画用フィルムを切り出して作られたと書いてありますね、滑らかな粒子感で精細なディティールを描くバビロン機能フィルムは人生の決定的な瞬間をモノクロの世界に残しますという、キャッチコピーなんですけどもね、これね、まあ、今回ねそのニコン F、で撮影した、理由っていうのが、まあ、ニコンのレンズとりあえず、粒子が微粒子ということでニコンのレンズをまず使いたかった、それと、明るいレンズ、ニコン解像度が高くて明るいレンズということで、このニコールのねこの日本光学名の、これモノクロにいいらしいんですけどね、50mmF1.4 をね使って撮っていこうということを、思いつきましてね、今回ニコン F、フォトミックで撮ったんですね、で現像がねお店によってはね、受けてもらえない可能性があります。一部の現像所っていうね、表現でロモグラフィーは説明しておるんですけども、だからこのフィルムをね、その、導入する際にね、その自家現像できない人はね、まずね、近くのお店、写真屋さんに行って、これ現像できるかどうかっていうのをね、聞いてみて、ロモグラフィーの、バビロン13は現像できますかっていうことをね、確認してからね、購入した方がいいかもしれないですね。で、現像のおすすめは D76 らしいです。でね、今回そのドリームロコモーティブ様からこのフィルムを提供されたと同時にね、D76 のね、現像液もね、提供していただきまして、本当にありがとうございます。次の現像はね、D76 じゃなくてね、あえて、スーパープロドールでやろうかなとも考えておりますけど、果たしてスーパープロドールで現像したらどうなるかっていうのも見たいですね。まあ、もう何本か買ってね、遊んでみるのもいいかもしれないですけどね。で、作例を紹介していくんですけども、まあ、低感度フィルムということでね、やはりその、
ディテールをね、重視した、写真を撮る、メカメカしいものをね、撮ろうかなということでね、いろいろ考えたんですけど、なかなか被写体に巡れ合えなくて、まあ、バイクのね、写真とか、いろん、まあ、その大した写真にはならなかったんですけども、まあ、見てほしいのはやはりね、その、超微粒子ということでね、解像度ですか。で、コントラストもちょっと高めに出る、僕としてはね結構ね好きなコントラストですね。あとね注目するのが階調ですね。あの微粒子ということでその粒子感が出ないんでやっぱり滑らかな階調になっていくんですね。まあ解像度もそうですし、その滑らかな階調といい、素晴らしいフィルムだと思います。これでもうちょっとね感度が高かったらね、あの言うことなしなんですけど、まああの前回の動画でも説明しましたけど、フィルムっていうのはね、あの粒子、フィルムのねその面にね粒子がいっぱいね、観光する粒子が張り付いてるんですね。で一個一個は球形なんですけども、あのこれがね小さければ小さいほど微粒子、高解像度になるんですけど、小さいと光を受ける面が少ないですから感度は下がるんですね。でこれがでかくなると光を受ける面積がでかくなるんで、感度が上がるんですけども粒状感が出るということで、このフィルムは結局 ISO13 にすることで、その粒子感をなくすことを目的に開発された、フィルムみたいですね。でなんで13なのか、なんで13なのかっていうのはもうちょっとね写真のことを考えたらわかります。ISO100 のね1段、アンダーは50ですね。で50の1段アンダーは25の1段アンダーは 12.5 なんですけど、12.5 っていうのは表示的にどうかということで13にしたんだと思います。でね今回はねあのフィルムを提供していただいた、ドリームロコモーティブ様からも、作例をね提供していただきました。でね、今から作例をお見せするんですけども、これがねもう明らかに負けてるんですよね。SL の写真からいきますけどね、この SL の写真ってね、まあ、このぐらいになってくると露出が相当に難しいです。これ黒なんでね、その、まあ、以前その動画、露出の話をした時も言いましたけど、基本的にね、カメラはね、物をグレーで撮ろうとするんで、露出を開けるんですよね。で、この、黒い被写体をね、これだけしっかりね、描写できる、なかなかの腕だと思いますね。で、こっからはね、ネイチャーフォトが入ってきますけど、ここはね、空のね、海潮とか見てください。まあ、これもそうですけどね、海潮が非常に滑らかでね、美しい写真になってます。これはね、橋桁のね、メカメカしい部分をね、解像度高く写している写真ですね。はい、これもまあそうですね、空の海潮とね、橋桁のね、コンクリートですか、これ模様とかね、高解像度を捉えております。まあね、フィルムがね、違うとこれだけね、違ってくると、まあ今までね、100とか400のフィルムしか使ってない。っていうか、ほとんどね、100とか400のフィルムしか、まあ、ないわけなんですけどね。まあ、3200とかもあることはありますけどね、いるほどですか。まあ、どうしてもね、感度が上がっていくと、粒状感が出る。その粒状感がね、出た方が、好きっていうパターンもありますけど、ここまでね、解像度が高いと、これ、デジタルにすると何万画素ぐらいになるでしょうね。リバーサルのね、100がね、だいたい4400万画素から5000万画素って聞いたことがあるんですけど、これ13なんで、その3倍ぐらいいくかもしれないですね、もしかしたら。1億画素ぐらいいってるから。いや、大げさかな。まあ今日のね、フィルム紹介っていうか、まあこんな感じになっていくんですけどね。これね、ローグラフィーの、直販サイトで、5本セットで5500円ということですね。これ送料はどうなんだろうな。送料を見るのを忘れていたぞ。よっ。送料。カートに入れる。カートに入れてみよう。動かねえか。動かねえか。送料。わかんねえや。注文の配送先。
わかんないですね。ちょっとわかんない。興味が、ある人はね、ちょっと買ってみてくださいませ。そんなに高くはないでしょ。何万もしないですね。何万今日のフィルム紹介のこう、はこのぐらいになります。じゃあ、ここから先はね、視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、トップバッターは時神さんですね。時神さんから2枚、1枚目がね、身近な荒れ地、2枚目が花の夢というタイトルですね。写真はね、カメラはペンタックスの、P30N、 フィルムはロモグラフィー100ですね。レンズは SMC ペンタックス無印の 50mmF1.4 ということですね。絞りは F2.8 で共に撮影したらしいです。写真なんですけどもね、これなかなかの解像度ですね。これちょっと絞ったらもしかして小絞りボケになるのかな。これも 2.8 だとこんなに改造するんですね、ペンタックスのやつ。こっち2枚目の方はね、ちょっと柔らかい調子になっております。これ逆光が影響したのかな。いい色出てますね。ロモグラフィーの100、なかなかの写り。タイトル的にはね、この1枚目のね、身近な荒れ地っていうのが面白いかなと思ったんですけど、ここにセミが写ってたりするとね、タイトル画面にドーンっていくところでしたね。はい、トキカミさんありがとうございます。次はね、野良旅人さんから作品2枚。1枚目がね、ワイルドだろタイトルですね。2枚目が出せよ。1枚目がね、カメラソニー α7R3、レンズがソニー24240、コーバリッツズームですね。で、2枚目がね、ミノルタ XD50mmF1.4、 ベルビア100で捉えていくとですね、写真なんですけどね、もう本当にね、これワイルドだろうっていうね、これ喋ってくるようなね、お猿さんの顔が何とも言えないタイトルがね、すごく面白いですね。で、2枚目もね、出せよっていうことでね、中指が立ってるんですね。これなんていう動物だっけ、忘れちゃった。ただね、もうちょっとね、やっぱ大きく撮りたかった、もうちょっと寄りたかったですね。標準レンズしかなかったということで、ちょっと残念ですね。被写体が沈んでしまっておりますね。はい、面白い写真ね、2枚ありがとうございます。次はね、侍ジャパンさんから2枚。1枚目がね、朽ちていく。2枚目が、なんだっけ、モネ的な花彫像ということですね。1枚目がね、オリンパストリップ35、フジクロームベルビア50、2枚目はね、ペンタックス K01、SMC タクマ 85mmF1.8 ということですね。1枚目の方なんですけどね、これベルビアのね、色、光がね、向こうからね、ちょっと差し込んでくるような感じでね、うっすらとね、手前の雑草にも当たってるんですけど、いい光になってると思います。柔らかい光で、撮られてますね。で、2枚目はね、以前ね、アップしたちょうず屋の、水替え花替えがあり3回目、たまたま寄ったのでまた撮りましたっていうことですね。これね、 85mm のレンズでね、被写界深度、寄って撮ってるんでものすごく浅いんですけどね、そこがまたね、いい感じに映っておりますね。はい、サムライジャパンさんありがとうございます。次がね、ヒロヘアブログさん、の投稿2枚。タイトルがね、これ2枚組になるんですね。タイトルは夕空ということで、カメラはね、ニコン 1J5、レンズはニコン 1 純正の 10mm から 30mm ということで、設定もオートで撮りましたということで、ニコン1をね、入手してね、嬉しくて試写してきたっていうね、2枚の写真になりますけどね。1枚目の方はね、夕暮れ空にね、街の明かりがね、絶妙にね、地面を照らして、これなかなかですね、この写真素晴らしいと思います。2枚目はちょっと平凡だった。これフラッシュが焚かれてるのかな、違うかな。というわけでね、この1枚目のね、写真、こちらをタイトル画面にさせていただきます。はい、ヒロヘアブログさんありがとうございます。次はね、イチとシキューさんの、フィルム、写真で2枚。どちらもフィルム写真で、ね、ニコン F フォトミックで撮られてます。1枚目がね、最後の勇士、2枚目がオブジェということで、どちらもニコン F フォトミック、
AI ズームニッコール2885F3.5 から 4.5S ケント名は100で捉えておりますね。で写真なんですけどもね、もうちょっとね寄りたかったか、まあ、トリミングするかしたかったですね。1枚目もね2枚目もね若干ね、特に1枚目はもう被写体がね沈んでしまっております。こういう時はね別にねトリミングするのね悪くないと思うんですね。僕的にはねトリミングはね全然悪と思ってないです。トリミングはね悪っていう人もいますけどね、いい作品ができればそれでいいじゃないかと思ってます。で今回のね1893作品ちょっとトリミングしてみました。どちらも縦構図になるんですけども、被写体をねグッとね引き立たせるにはね、はみ出すぐらい大きく撮るっていう風にね僕は写真部の先輩から、言われましたんで、できるだけ大きく撮るようにしてます。もちろんね、まあ、パターンとしては違うパターンもあるんですけど、今回の2枚はねこのように、被写体を大きくねクローズアップした方がいい写真になったのかなと思います。はい、ではね、投稿作品のコーナーはここまで。次は俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日は俺のカメラ、サムライジャパンさんからの投稿です。新たにフジカ ST801 買いました。布膜で2000分の1があるのと、フジノン EBC レンズ使ってみたかったので買いました。ボディ3800円でレンズ7500円ほど。なかなかしますね。これからモルト張り替えてみようと思います。電気系はダメですが、シャッターは快調ね。電気系がダメでその値段か。まあ、フジカのね、一眼レフ、ちょっとね、マニアックということで、どうしてもね、そのレンズを使いたいっていうのもあって購入する人が多いんでしょうけどね。ちょっとフジカのね、カメラ、一眼レフね、直に触ったことないんで、どんなんかはわかんないんですけどね。うん、まあ、フジカね、フジの、フジフィルムのね、カメラ。最近デジタルでもね、いろいろ出ておりますけど、レンズがいいんですよね。レンズの設計、まあ、どこが製造してるかは分かんない、外注だろうけど、まあ、設計はね富士だと思うんですけどね。まあ、メカニカルシャッター布膜で、2000分の1ということで、ね、ちょっと面白いカメラにはなりますね。電気系がね直ればねなおのこと良いんでしょうけど、まあ、体感露出でね、サムライジャパンさん撮っているようなんで、まあ、露出系なくても大丈夫なのかな。はい、今日の動画はねこんな感じになります。いかがだったでしょうか。何度もね言ってますけどね このカメラでね最近、撮ってましたけど、ね、撮り上がりましたってね10枚しか撮れないんで、あっという間なんですよ。このでっかいカメラ持ってねお散歩写真撮ってるんでね、みんなぎょっという目でね見られましたけどね。まあ、現像に出すんですけど、まあ、ラボを出ししてもねその集合ラボに持っていかれるんで、結構時間がかかると思うんでね、その投稿を動画にするのはちょっと先になると思います。で、これをカメラを買って、もらったことによってね、ブローニーの撮影枚数がちょっと増えるかなと思って、まあ、ツイッターではね、もう紹介しましたけど、ヤフオクでね、ブローニー用の現像タンク、などなどのセットをね落札しました。これでねブローニーのね現像もね自家現像できるということで、まあモノクロ限定ですけど、でモノクロフィルムもね B&H フォトからね、10本ほど、アリスタエディのね400を買いました。なんで400にしたかっていうと、まあでかいねフォーマットがでかいんで400でも十分いけるっていうのがまず一つ。で、昼間はね、PL フィルターを使って、あと朝夕の暗い時間にも撮りたいんで、まあ400のフィルムにしてみました。まあ、今頃まだ海の上でしょうけど、まあ2週間ぐらい経ったらね、我が家に届くんだと思いますけどね。そしたらまたね、この、RB67、マミヤの RB67 に装填してね、写真撮っていって、まあ自家現像してみようと思います。はい、今日の動画はね、こんな感じでね、ツイッターの方もね、ぜひぜひね、フォローしていただければと思います。でね、この動画ね、いつも言ってますけど、高評価、コメントに支えられております。高評価はね、もう本当に押すだけなんで、ポチッと押してください。でね、コメントの方はね、ちょっとね、今、最近なかなか追いつかない状況、ちょっとね、仕事が忙しくて、これ今日喉ガラガラなんですけども、眠くて叫びながら走ってたんで、喉ガラガラなんですけどね、ちょっと仕事がハードになってますんでね、コメントが追いついていませんけど、まあね、
見落とさない限りはね、全部コメント返していこうと思いますんで、コメントもぜひよろしくお願いします。あとチャンネル登録ね、3000人がね、目前になってきておりますんでね、ぜひぜひチャンネル登録してくださいね。3000人を超えますと、カメラプレゼントの企画が始動しますんで。はい、ここにね、チャンネル登録出てきますね。はい、それではまた次の動画。あ、次の動画なんだっけ？なんだっけ？わかんねえや。わかんねえ。次の動画、気まぐれになっていきます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。さよなら。